ブマン旅館に着きます。でしょ、うん、右手にあるのこれ、左手、それだよ、ちょ、これ前と一緒だよ、あ、ほんまや、一緒や、あれやね、うん、日当たりの、なんで、え、そこ、あれ違う、ちょ、間違えた、ここや、あ、結構いるやん、名前ある？なんか来たわ、連絡みたいな、来てない。されたそうで、めちゃめちゃ綺麗になってます。畳ですけども入る畳ですけども、ベッドが2つあって、こんな感じでリニューアルです。すごい綺麗ですね。そして今回から Wi-Fi が使えるようになりました。できるのかどうか、他の部屋をリニューアルする予定なのかどうか、その辺は聞いてません。今すでに見たら出てるみたいな、そうかな、はい、ということで、まあ何でかというとここの旅館はフグが美味しいので、はい、また楽しみ、皆さん、ぜひ来てください。おー、綺麗やで。動画。あー、お風呂が良かったな、ぬるぬるで。たまんないな、あのぬるぬる。あー、沈む。本当はまだまだなんだけど。まだまだって言って。きついです、腕が。え、そうなんだ。もうちょっと下で構えたらよかった。こっちゃ。あれでも動画でも手ぶれなかったっけ？あ、見て、あっちも飛行機だ。ああ。あー、沈みます。どうかな？それは取らなくていいんじゃない？ヤブマンです。こんな感じですね。何が？ヤブマンの周辺を散歩してみます。あれしたらお腹空くからもっとすぐ。やこむし。ご飯6時半からなので。まだまだ1時間ぐらい時間があるので、日はもう沈みましたが、まだ明るいです。変化、完全には沈んでない、日が沈んでないからまだ明るい。そうな、何もない。
よね、なんかね、ゆったり過ごすのが終わりにってすごくいいとこです。あー、なんかお腹空いてきた。チチリがメインって言ってたよ。え、どうぞ。あ、それが見えてたんだよ。あ、そっちよ。チチリがメイン。なんかいいね、それ。え、チチリがメインだろ。うん、それは間違ってないじゃん。え、前と違うってこと？料理。うん。え、覚えてんだよね。覚えてるわい。だからフグが食べれる。あ、ソースが食べれるんですね。あ、部屋見えます。あそこです。どれ？これ。あ、あれか。あ、あれあれ。あそこだ。いや、あそこだろ。どこ？それ。それ？うん。それへん、だからこれはね、ほんまや。あ、あれ全部下ろしたらあんなに見えないんだよね。そうだよ。へえ。ここがヤブマンですね。あ、今出てきた人。あ、ヤブマン、あ、料理長。料理長。料理長やった、俺ら料理長がいいですね。料理長、刑事同士。今から一回どこ行くんだ。なんだよ。仕入れに行くんちゃう。これはヤブマンの、あ、ヤブマンって書いてるじゃない、あそこに。そうだよ。あ、そうなんだ。へぇ、知らんや。全部入ったんだもん、お客さん。そこにフグが泳いでるのかな。泳いでるか、こんなとこ。これはヤブマンの、こっち側は本当なのかな。違うよな、向こう入り口だもんね。じゃあ、まあ、このオレンジ、こっから、こっから、あの船に乗って渦潮を見れるみたいです。渦潮クルーズ、クルージングのためにここ。最後は何、16時。本日臨時便は、あ、臨時便があるんだ、本当は。ちょっとあれなのね、出てるのかな。14時50分の次、15時半とか。なるほど。さあ、まあ。敵にあんの？え、なんかほら、これ面白いとこ、ほら。あ、そこが閉まってる。あ、5時まで。あ、でもお湯あるぞ。No。 結構広いね、ここの。本当だな。かっこいい船だ。こっちから入れないか。あ、もう入れない。伊勢でもさ、なんだっけ、タシコ島のあるじゃん。え、行けない。ヤブマンからすぐなのかな、ここ。ほら、こっち結構明るく映ってる。日本丸。これで渦潮まで行くんだな。